ックシュート叩き落としてやる。パス。だが清はその大きい手でバスケットボールをわしづかんで、常人ならボールを離してしまうタイミングでも選択を変更できる。奴は見てから手を変える。後出しの権利を持ってる。予測不可能というより予測しても無意味なんや。させっかよ。若松早い。もう追いついてる。こいついつの間に。今途中まで完全にダンク行く流れだったろうが。まさかゴール下からパスをさばくパターン。俺と気をしてこの二人を俺が守る。バリスクロー。ボールを片手でじゃと。勝てるかどうか関係ないと言ったが勘違いするなよ。負けるつもりも毛頭ない。瀬戸は花宮とリンクしてパスコースを限定するサポート役だ。花宮一人では読めていても追いつけないパスも瀬戸を利用すれば 100% スティールできる。くそ。あかんで、セリン。まるで蜘蛛の巣に捕まった獲物や。まただ。なんて言うわけねえだろ、バーカ。踏み切りが早い。レイアップ、そんなとこから。いや、ディアドロップ。それじゃ、フェイドウェイでスリーだぞ。ぶっ刺すかよ。フェイク。結構欲張りなのよ、こう見えて私って。スリー&バスか。マジか、4点プレーだ。ただのシュートは。そんなもん打たせるわけ。飛べない。なんで。相手に何もさせずに決めるシュート、虚空。この気配、やせ。こいつ。三本でいいから。三本。なんだこのドリブル。目で追えねえ。いや。消えた。やらん。葉山のライトニングドリブル。行かすか。行くよ。4本だ。マジで消えたように見える。
決まった。葉山電光石火なら、これでどうだ。ライトニングドリブルレベル5。止められるもんなら止めてみろよ、キヨシ。マッスルドリブル。ていうか、毎回マッスルなんとかって言うのやめてくんないかしら。ああ、暑苦しくてうんざりだ。